はようございます。おはようございます。両鉄バスの梶本です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。36.2度です、はいはい、健康状態は問題ないですか？はい、問題ございません、はい。睡眠も取れてますかね？はい、睡眠取れております、はい。ではそう、今日の天候ですけど、優しい運転でお願いします。優しい運転です。はい、まあ、優しい運転を心がけるには、やっぱり自分の気持ちにゆとりがないと、はい、周りに気遣いができるようなことができませんよね。はい、一呼吸を置いた行動、運転、それには自分の気持ちにゆとりを持つ、行動にゆとりを持つ、そういった気持ちを持ってね、今日一日安全運転していただければと思います。はい、それから、まあ、夏休み期間ということで、小学生とか中学生とか自転車の飛び出しが非常に多い時期になっておりますのでね、はい、そこをしっかり資格の確認をしていただいて、ご用意を受けに。はい、かしこまりました。はい、あとでいただいてね、体調管理も気をつけてください。はい、はい、ではそうしましたら、急ダイヤになりますけれども、点検の後、回送北大田と市役所前経由市営休憩になります。はい、この後が堀江線一坪花水木回りと順となっております。点検車両は15の車両になります。5501です、はい、点検時に高島屋のポスター貼り替えがありますので、はい、持ち合わせて点検お願いします。はい、はい、じゃあ今日も一日安全運行でお願いします。はい、優しい運転で急ダイヤ安全運行いたします。はい、よろしくお願いします。はい、運行表、携帯電話、メモリーカード、ドライブレコーダーで、予鉄の E カード、車内マイク、電波時計で、ライトですね。はい、お釣り用の現金ですね。で、乗務手帳、名札、
本当だ。これから運行するものに変わるかどうかですね、確認して。うん、どこも異常がないか。ちょっと点検終わりました。点検終わりました。以上ございません。以上なかったですかね。はい、問題ありません。高島のポスターの貼り替えも問題ないですか。はい、終わりました。大変な回数でね、本当に終わってください。終わりました。終わります。はい。ありがとうございました。YouTube でも皆さんにいろんな情報をお届けしますので、チャンネル登録お願いします。